初めまして。ラジオでゲストに呼ばれるものは初めてだから。初めてですか。ふわふわついてると思うんだけど。そうですか。わざわざなんかすいません、ありがとうございます。いや、とんでもない、とんでもないです。他人行儀な、はい、あのことは日本人っていうのは肩こるし文化だから。でも僕たちの国では、はい、もう当ててしまえば、うん、お友達っていう感じだから。なるほど。もうフランクな関係で、もう全然フランクでいいだから。いいですか。でね、今初めてなんでね。僕ユギータどこの国出身なんですか。あ、ユギータは、うん、まあほぼまあスリランカ。スリランカでいいじゃないですか。スリランカね。ほぼスリランカから。スリランカの山岳地帯の村から。あ、そうですか。もうわざわざ本当ありがとうございます。だよね。ユギタズラか被ってるでしょ。それ。僕。なんでやねん。なんでやねん。ズラじゃない？ズラを被るわけないやろ。僕の家系はお父さんもお母さんもおじさんも全員ハゲてないだから。ハゲてるって言っても、ハゲてたとしても僕の国では普通にそれは。いじられるようなことではないから。いいだ。それはマナーとしていじらないっていうことですか。いや、マナーとしてじゃなくて、それは、男らしい象徴だから。なるほど、ハゲてるっていうことが。そうそう。なるほど、なるほど。褒め言葉であるし。褒め言葉。褒め言葉。ハゲは？そう。なるほど。やっぱ文化の違いですね、その辺はね。ハゲてないとお金持ってにはなれない。あ、そうなんですか。僕の国では。大体ハゲてる方がお金持ちだと。偉い人はみんなハゲてる。あ、そうなんですか。それは知らなかった。だから僕は最初日本に消えて、どうしました。ちょっとこれ思い出しても。いや、その面白い話僕らにもちょっと聞かせてください。最初にパッと見て、その仕事の関係の偉い社長さんとか部長さんとか見て、その時にハゲてなかったから、あ、なんで社長さんハゲてないんですかって聞いちゃったんだけど。校長先生とか全然ハゲてないだから、なんでだろうなって思ってたら、日本はそうじゃなかったみたいだから。そうですね。ズラかぶってる方がやっぱちょっと多かったりもしますからね。ああ、ハゲ、ああ、そういうような感じ。本当はハゲてるのにズラをかぶってる。そういうのがもう日本ですよね。ハゲてることはちょっと恥ずかしいと思うのが、ちょっと日本の文化といいますか、そういう部分があるんですよね。全然違いやな。全然違う。でもそれはどちらがいいとか悪いとかではなくて、うんうん、それはただ単に違うだけだから、別にそこは全然いいだろう。いいんだけど。で、ユギータが面白いと思うことと、ちょっとごめん、僕ら温度差あるね。そう、ね。僕らそこまでやっぱりおもろなかったもん。なんでなんで。言いましかない。言いましかもしれないけど。確かに、まだまだ僕と国と日本とのギャップを埋めるのは難しいわな。なんでやねん。なんでやねん。なんでやねん。ユギータなんでやねん。突っ込むとこもちょっと違うよね。ちょっと僕らと違うみたい。合わしてるユギータって日本。日本にやっぱり、いや、日本にはやっぱり、日本に僕ら、僕との国の、あの料理屋さんも日本にあるだけど、それはやっぱり絶対に日本人のフィッターに合わさないと絶対にダメ。ああ、なるほど。だからお笑いも僕は日本流にアレンジしていて、勝浦ザコバチ師匠とかめちゃめちゃ見て生きるだから。ああ、なるほど。ザコバチ師匠を見て勉強してるっていうことは。ザコバチ師匠、ショウヘイ師匠、ショウヘイ師匠、めちゃめちゃ見てるだから。あれ、落語とかじゃないですもんね。でも落語をやるタイプでもないでしょ。僕は基本的には、落語家だからね。あ、そうなんや。そうだよ。それなんかで、あ、日本に来て。日本に来て。それなんかには、ない、落語っていうのがないもんね。日本に来て、あ、落語っていうのを見て、やりたいなっていう。なるほど。ゆくゆくはその落語をスリランカに持って行って、スリランカで落語っていうのを広めたいっていうふうには思ってないんですか？別にそれは思ってない。最終的には、言ったわ。最終的には、知ってきた今。最終的にはどうなりたいですか、この日本で、ヨギータさん。僕は、日本で、スリランカの、お料理、さっきも言ったけど、お料理の、
ちっちゃい店でもいいだから、うんうん、とにかく店やって、うん、まあ、あの、お酒とかも、うん、あの、バンバン出して、で、まあ、寄ったお客さんとかに、うん、まあ、ちょっといやらしいこと聞いたんだけど。ごめんなさいね。ごめんなさいね。ごめんなさいね。性欲でこんなこと。性欲は結構すごいっていうふうには聞いてますけどね。性欲、ちょっとすごい。えげつない性欲だから、ごめんなさいね。自分でもたまに嫌になる時があるんだけど、うん、これを嫌になってしまったら、辛いだけだから、うん、もうそれはむき出すについていこうっていう。なるほど。隠すんじゃなくて。そう。なるほどね。もうやっぱりエロいことばっかり考えてるというか、やっぱり学生時代から、うんうん、やっぱり他の、うん、あのクラスメイトとかよりもやっぱり見てたら、うん、もうやっぱ群を抜いて性欲が強かっただから、うん、それでちょっと自分はおかしいのかなっていう、あ、下ネタのトークとかを、うんうん、友達の男連中で喋ってても、うん、やっぱり他のやつの下ネタはみんなわははと笑ってるだけど、うん、僕の下ネタは引く、うん、引くみんなが異常なほどの性欲やからやろな、生々しい、生々しいだからね。それは何歳の時なんですか、ヨギータさんは。その初体験というか、そういうのはヨギータさん何歳の時なんですか。僕の初体験は、うん、小4。早いですね。早かったんですね。やっぱもう異常な性欲がやっぱりそうさせて、小4体できてました。まあ子供でしょまだ、うん、確かに、うん、あの体はもう僕はそんなに大きい方ではなかったんだけど、うん、やっぱりそこの霜のエネルギーだけはもうとんでもなかったから、霜周りのエネルギーはもうとんでもないと。そう、相手は何歳。これが、あのスリランカはね、うん、あのお祭りがあるんだけど、あのブッダを、うん、あの追い回すという、うん、お祭りがあるだろう。豚追い祭りみたいなのがあるんですね、ヨギタさんの。その豚追い祭りの夜に、うん、まあ日本でいう夜店みたいなのが出てる時に、うん、あの近所の25歳ぐらいのお姉さんが、ヨギタちょっとお祭り、豚追い祭り見に行こうかって言って誘われた時に、その、なんの屋台の裏で、ちょっともうだからされただよ。今から思ったらされたんやで。ああなるほど。自分からしたんではなくて、ね、最終的にはその25歳ぐらいの女の人に、ま、こう無理やり無理やり大人にさせられたというか、うん、まあまあ、まあまあ、無理は無理割りっていうことではないだけど、ヨギータも乗ってたでしょ、やっぱ興味あったから、うん、まあやっぱりえげつないから、うん、やっぱりやっぱりもうそれきっかけでやっぱりもうそこからどん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 こうエロの塊というか、うん、そういうふうにいってしまったのかな、うん、うん、そうかもしれない。場合入り口がロケットスタートだったからロケットスタートやな、それはな、うん、小4っていうのは知らなかったですね、ヨギータさんがね。小4すごいな。うわ、友達には言えなかったんだけどね、これは。それはこれはもう本当は高校生ぐらいまではあまり人に言えないなって、その本当は友達とかには、うん、初体験はこういいつやでっていうのを言ったんだけど、うん、なるほどね。それをやっぱり言わなければ、うん、やっぱ自分で引いてたらダメだなっていうので、なるほど、うん、そう、いやもう自分からそうやってもう本当のことを言うていこうと。そう、小4早いですね、やっぱね。早い、うん、早いね、早い。絶倫やと。でもえげつないでしょ、性欲。性欲どうしてんの、毎日毎日、うん、その毎日毎日って言うたって、そのいくらね、ヨギタさん持ってはるとは思いますけど、その毎日毎日っていうわけにいかないじゃないですか。確かにね、うん、そういう抑えきれないその性欲みたいなのはどうしてはるんですか。やっぱり、うん、
まあ日本というのは、うん、やっぱり家電製品がめちゃめちゃ進んでたから、うんうん、あそうね、うん、まず最初に買ったものが、うん、DVD のプレイヤーで、うん、まああの皆さんとまあこのリスナーの皆さんと、うん、リスナーっていうねラジオっぽいだろリスナーラジオっぽいリスナーでいうリスナーっていうよね皆さんと同じように LBAO っていうか LDVD を見てなるほどまああのもう叩くようにして動いてるもうねもう毎日僕も毎日やるんですよ僕も毎日やってから寝るっていうのはもう本当ライフワークなんですね。ヨギダさんもそれ毎日なさるんですか？毎日。何回も。何回もやります。僕2回が限界ですけどもね。ああ。もう時間があれば何回でもやってるだから。うん、ああなるほど。さすがですねやっぱり。さすがというかまあ。ちょっと謙遜困りものだけどね困りものやね魅力が強すぎるのも困りものやねいやすごいなブレないね今日はねブレないここまで持ってたけどね日本の皆さんこんばんはユギータラガシャーマナンジャワリーカーと申しますけども今日は最後までゆっくり聞いていけよえげつない生放送やで、ね99のオールナイト日本最後までゆっくり来ていけよラガシャーマなんじゃわりかあヨギーターの鉄人 Q&A 多分日本慣れてらっしゃらないですあっって言うたでラジオは初めてごめんなさいラジオ初めてだからディレクターさんの Q を見るっていうのができないだから、ね、なるほどねこれもよく見といてほしいんですよスリランカのラジオ局には Q がないだから、うん、あもうなんか自分の雰囲気で雰囲気で雰囲気でいや雰囲気でいいかほーユギタさんねいっぱい来てんの質問 ありがとうございます、うんだからどんどん答えてあげて、はいうん、まずはねペンネーム世界の終わり、ヨギダさんに質問です今日福田さんは何をしているんですか今日は福田さんは、うん、あおそらくまあおそらくというか、うん、まあ受注把握そうなんだけど、うん、あの多分下北沢あたりで一人で飲んでる一人でも飲むそうなんですか基本的には一人で飲むああそうか結構あんまりあの酒癖が良くはないっていうね風には聞きますけどね酒癖は良くないみたいですけど、ねうん、酔っ払うと気が大きくなるのかな福田さんはまあでもあまり、うん、絡んだりとか、うん、そういうことではないだろうああなるほどもう愚痴っていいか言わなくなるアラスティのような愚痴だからなるほどなるほど福田さん僕ちょっと飲んだことあるんですあ話すいには聞いております、福田さんほんまにあの一瞬のうちに酔いますよね瞬間的にトイレ行って1分ぐらいの間に酔ってたから、はい、でやめっちゃおいでみんな分かってねおい俺今やめっちって飲んでんねんぞって言い出してああ福田さんまずいな、うん、もう一回もう一回あれ歯抜かなあかんな入れたばっかりやけどあの歯抜かなあかん、大丈夫ですか福田さんみんな言ったらいややべっち怒って大丈夫やねって言い出してこれは大変やろなとなんかテレビで目そうやっておいこら東京のスタッフ言ってるのめっちゃおもろかったけどいやおいこら東京のスタッフな普段の福田さんからは想像できないんでね面白いね普段こう抑えてる人はね出ますからね出るなぁ、ねね、分かりやすい酔っ払いになるこんなにベータな酔っ払いがいるのかって言うのだよな、はあ、うん。さあ北沢で飲んでるということでねねペンネームすずまい今日は2月22日、うんにゃんにゃんにゃんで猫の日ですが猫のモノマネってどうやるんでしたっけヨギータさんはね猫のモノマネうまい猫のモノマネなんにゃんにゃんにゃんの日なんですそうそうそう222であ、うん、あ日本ではあ、うん、猫がニャーってなくだからそうですね、うん、はい
あ、そういうスリランカとかではそのかな猫はまた違うんですかね。ちょっとよく日本では犬はワンワンワンだけど、うん、ワンワンアメリカの方ではバウワウ、うん、あ、そうね、そう、同じように、うん、スリランカでは、うん、猫はニャニャとは言わないだろう。なるほど。あ、じゃあその向こうのモノマネでいいですよ。向こうのモノマネ、はい、猫の向こうの猫のモノマネで、そうですね、あの日本はニャンニャンって言いますけども、向こうの猫の鳴き声で大丈夫ですよ。あ、向こうの猫、はい、あ、じゃあ向こうの猫の鳴き声は、はい、チュルチュッチュチュルチュッチュ、あなた徳井さんですよね。もう徳井さんじゃないだよ。徳井さんですよ。何今チュルチュッチュ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 って言って、おお、なんか日本でいうネズミに近いんですね。そう、ネズミもまた違うだから。ネズミはどうやるんですか。ネズミは、はい、モスモスモスこのようにモスモスって鳴くんです。モス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 、わあ、なかなかですね。なかなかでしょ、なかなか、まあ、なかなかやなかなかやね、これはなかなかのもんやろ。なかなかのもんですね。いや、もう猫の鳴き真似する瞬間完全に徳井さんの顔に徳井さんの顔になりましたよ。徳井さんとかないの、あ、似てらっしゃるんでね。あ、パッとうつむいた瞬間にもう心折れた顔しますよね。徳井さんって心折れた顔結構わかりやすくしますよね。いや、もう全然チュルチュチュはあれでしたけど、なんでやねんっていう感じでしたけど、モスで取り返したと思うんですよ。ああ、ありがとうございます。ネズミはモスモス、まあ、今のモスも、はい、あのボビーがそんな言ってたなと思って言ってましたね、ボビーね。ボビーオロゴン、ボビーオロゴン言ってましたね。モスモス言ってたから、言ってましたね。明らかに走行に引っ張られてたそっちに引っ張られたか。そう、え、でも面白かったです。メール来ましたね。ペンネームランドル。ヨギーザさん、岡村さんのようにノンセックスな生活をどう思いますか。ああ、岡村さん、いや、でもヨギータさんはだってもう、あれですもん、絶倫ですから、そういうのがなくなってしまったらもうほぼ死んでしまうような人間ですから。ノンセックスは信じられない方になるんですかね。いや、ただ僕は、うん、実は日本に来てからは、うん、ノンセックスをやる。あ、そうなんですか。そうやで、ね、辛いっしょ。だから逆に、うん、辛いっすよね。もう出てすいまうんだけど、うん、あ、こういうおしゃべりとか発言で処理していくしか。そう、もう日本に来てもう、うん、3年になるだけど、この春で3年やから、まあ、うん、厳密に言うたら3年ではないだけど、別に厳密に言わなくても、厳密に言わなくてもいいわな。ええよ、その投稿はええわな。3年って言うといたらええわね。大体ね、約3年でいいんじゃない。約3年やけど、3年間正直一度もやってない。はぁ、意外です。え、その食事に行ったりはしはるんですか。食事は行くよ女性と。あ、女性と、はい、女性とも本当に数える方とせいか。あ、そうなんですか。やっぱりあのもうやらなさすぎて、うん、もう、はい、もう本当にギラギラついた部分がもう出すぎているのかもわからないだけど、うん、もう食事に誘った時点で、うん、ちょっともう向こうが引いてすいまだから。ああ、そうなんですか。もうそれ食事に誘った時点でもう完全に勃起してしまってるみたいな状態に。勃起はついてるね。誘う時にですか。誘った時点でもうそれ以上のもう最後のこと、ベッドインのことを考えてしまってるんじゃないですか、ヨギータさんクラスになると。もう勃起はついてる、確実についてる、うん。じゃあなんか出てるかもしれないですね、やっぱり。うん、キラキラ表情も、うん、ねえ、それはいけないだなっていうのを思ったけど、うん、もうそれはしょうがないだからね。そうね、それはしょうがないよね、うん、バンって言うしね、たまにね。ポッポするんですかね。バンって言う下半身から爆発してしまってんですね。まだまだ来てますね、はい。ちょっとヨギザさんにはこれはねえ、嫌味なのかもしれないですけど、ペンネームヨギ太郎。ヨギ太さんはタッチバック好きの矢部さんをどう思いますか。あ、矢部さんはタッチバック好きなの。そうですね、どっちか言うとタッチバックというか、あ、バック好きですね。あ、すいません。ヨギ太さんはちなみに
僕は、でも、懐かしいね、タッチバックね。3年もやってないだから。懐かしいな。日本に来てね、まだされてない。そうですね。タッチバック懐かしいな。タッチバック。僕もどっちかというとタッチバックが好きだけど。でも、あ、そう。ただ、うん、あまり少ない。あまりですね。というのは、うん、タッチバックすると、うん、興奮しすぎて、うん、すぐに行くだから。それはあまりしない。余裕あるときしか。なるほど。そう。ああ。あまりしない。なるほどね。長いこと頑張れる方が、やっぱりいいっていうことですか。そう、そうだね。俺はタッチバックなんか、バックっていうのもほとんどないな。バック興奮しますよね、荻田さん。バックの時の、まあ、タッチバックも、まあそうだけど、普通のバックの時に、うん、その、やっぱり、吸いながらの目線、うん、こっちからの目線の、女のシートのお尻とか、うん、腰のラインとか、うんそうですね、やっぱり一番美しいだから。うん、でもなんか、おっぱい見えた方がいいやんか。ああ、でも、バック吸いながらでも、おっぱい触ったら、うんええやんか。なるほど。そうかそうか。チラチラ見えるしな。そうそうそう。見える？チラチラ見えるやん。ああ、横にこうやってしてるか。はい。まあ、正面から二つ綺麗には見えない。ああ、横からこないして見てもな。それとも、バッチリこう見ときたいみたいな。ああ。まあ、僕はですよ。僕はですけども。ああ、おっぱいが好きなのかな。おっぱいは好きな方ですね、僕は。昔よりかだいぶその薄れてきましたけども。ああ。やっぱその、なんていうんですかね、女性のシンボルでもありますから、おっぱい。うん。やっぱそれがこう、揺れるっていうね。でも、お尻をおっぱいとついてみたらどうだろう、うん、お尻をおっぱいとして考えてっていう。なるほどなるほど。お尻の方がでかいわけだから、うん、やっぱりそれをおっぱいとついて考えることができたら、うん、めちゃめちゃこんなに嬉しいことはないだろうね。そうね。そうだね、うん、なるほどなるほど。今のはすごい意見ですね。お尻をおっぱいと考えろと。でもやっぱりお尻派の意見じゃないですか、よく言ったさん、それ。ああ、そうなのかもしれないね。どうしていてもお尻派サイドの意見しか出てこないかもしれないね。よく言ったお尻派やな。お尻サイドの意見。ああ、そうか。お尻サイドの意見ね。これしょうがないよね。しょうがないね、それは。こんなん言ってみましょうかね。まずペンネーム世界の終わり。ラブホテルで。セックスが終わって女の子と寝てる時に同じベッドで寝るのがあまり好きではなく、ベッドの端っこに行き女の子にそっぽを向いて寝てしまいます。こういう女性の扱い方はダメですか。ああ、でも実は僕もそのタイプ。あ、寝る時はもう寝てしまう。そう。ああ、そういう感じには見えないですよ。最後のそのなんていうんですか、ピロートークみたいなんとかもないんですか。あ、だから僕は自分が、うん、終わってからは、うん、そのそっぽ向いて寝てしまうっていうのはもう分かってるだから、うんうん、その分終わった直後に、うん、しばらく終わった直後にすぐに離れるじゃなくて、うん、終わった直後はしばらくのうちは、うん、おっぱいの、うん、おっぱいの乳輪のちょっと上のあたりにめちゃめちゃキスする、うん、めちゃめちゃキスするんだ。めちゃめちゃ、ありがとうの意味、ありがとうと、よかったよっていう。ああ、なんで決まってんの。乳輪のちょっと上って決まってんの。だから乳輪、うん、まあ終わったのに乳輪についてたら、うん、まだこのシートもう一回やる気かなっていうのがあるだから、はあはあ、だから乳輪のちょっと上、まあ2、3センチもう終了のピリオドサイズやな。ピリオドみたいな。もうね、そこをしっかりついてれば、うん、そこ向いても愛がないわねっていう風にはならない。ほう、なるほど。これは知らなんだな。何度も何度も。何回も。キス。ちょちょちょ。何回もね。何回も。何回も。それでも、チューしてあげた方が喜ぶんじゃないですか、女の人。あ、まあ、チューはまた違う。まあ、
乳輪の上にキス、うん、口にキス、うん、また乳輪の上にキス。あでも最終的にはもう乳輪の上にキスばっかりになっていくってことですよね。そうだね。乳輪のちょっと上。あそれはそれは、まあ、そうだな。みんなこれ覚えておいた方がいいですね。僕すぐおしっこ行きますからね。あもうそれは岡村さん絶対にダメだよ。あそう。それは絶対。おしっこ行きたくならないでも。おしっこは行きたくなるだけど、うん、やっぱり乳輪の上にキスついてから。乳輪そうですか。乳輪の上じゃなくてもいいでしょ。いややっぱりそこになんかあるんでしょうね。多分そのありがとうの感謝の気持ちみたいな。ハートにしてるっていうことなんですか。ハートに一番近いところ。それが乳輪の上だから。なるほど。なるほどね。いやーすごいね。これ行こうかな、じゃあ。高知市、小林幸喜。ベッドの上で喘ぎ声が近所に聞こえそうなくらいの大きな、声が出る場合には、どのような対応をするとムードを崩さずにことが運びますか。ああ、声がね、大きいということですけどね。ちょっと隣に聞こえてるんちゃうかな、ぐらいの。まあ別にいいことだけどね。それはね。聞こえるの。聞こえたって逆にもう、仲いいなと。聞こえさせたれぐらいの気持ちで。そうだ。行くってことね。まあでもそれが恥ずかしいなという気持ちもわかるだけど、だからといって、その、音楽とかを大きくかけて打ち消すみたいなことは僕はダメだから、僕はもう無音じゃないと絶対にできないだから。あ、無音なんですか。僕は無音派。明かりは？明かりは？明かりは、あの、本当に、あの、向かいのマンションの、ちょっと、木漏れ日みたいな感じ。木漏れ日で、だけでいい。だけで。で、あの、徐々に目が慣れてくる楽しみもあるだし。なるほどね。まあ確かにあるの。最初くらいなって思うねんね。うん、目は慣れてくるもんね、意外とね。で、あの、相手の女の人が、暗くて何も見えないよ、ヨギーター、みたいなことを言ってて、暗くて何も見えない、見えないって言ってるくせに、的確に僕の股間を掴んで聞いたりとか、お前見えとるやないかいっていう。お前暗闇で見えない、見えないって、的確に掴んで聞いとるやないかいっていう。そういう楽しみ方もあるってこと。そうそう。はぁ。そうか。別にじゃあその薄明かりっていうわけでもなく、まあまあ、目が慣れてくのを楽しむ程度の、何かしらの明かりっていうことですね。それで、まあ、月明かりとか、でも、もうそれもムードがあるだし、まあまあ、そうやね。皆さんは明るい派の？いや、そうやっぱ、もう全開で明るいのはやっぱり。こっちも恥ずかしいしね。どっちにしても。やっぱ暗くしますよね、薄暗く。でも全く見えへんとかは嫌やんか。やっぱ視覚って大事でしょ。また深ね。絶対ね。見ることって大事やと思うんですよ。見えなかったら多分興奮もちょっと半減すると思います。確かに。ね。そうだよね。だまあ、逆に言うと僕が暗くするのは、見られるのが確かに恥ずかしいというのがある。だも僕はめちゃめちゃ被っているから、ものすごい被り方ついてるから、正直それは見られたくないっていうのはある。なるほど。でも大きくなったら、大きくなったら絶対全然大丈夫だけど、大丈夫でしょ。まあでも大きくなっても多少のアシストは、あ、なるほどね。こうキュッとアシストしてあげないと。っていうのは、そうですか。めちゃめちゃ被ってますね。めちゃめちゃ。田村健二さんが、俺をめちゃめちゃ被ってるでっていうのをおっしゃってて、で、一度、一緒にお風呂に入った時に、その田村さんより被ってたから、田村さんがちょっとびっくりついてたから。被りすぎてて。被りすぎで。びっくりしてたよ。ほー、そうなんや。でも、僕は、それは、全然、あの、いいと思ってる。恥ずかしいだけど、それはいいと思ってるっていうのは、僕がスリランカで、あの、塾に行ってた時に、塾の先生が、授業の以外のちょっとおしゃべりの時に、男の子のそういう話になって、男の子でかぶっている人はいるだけど、
でも皮は被ってた方がいいよって言って、なんでかって言ったら、うん、あの上等なものほど皮のケースに入っているやろうっていうのを言ってくれたから、僕はあそうなんだなっていう。それはあのスリランカジョーク。あれあまりいや、ね、あまりなんかちょっとなんかドヤ顔みたいなしてありましたけど、ね、ヨギータさんが狙ったとこってやっぱこっちがちょっと距離取ってしまいますね。ごめんなさい。だ温度があるでしょうね。ヨギータさんがやっぱりちょっと自信ある時って僕らちょっと構えてしまいますね。すいません。それは声のトーンの問題トーンの問題じゃないよ。トーンの問題じゃないけども、なんか今喋っていくうちになんか自分すっごいうまいこと言ってるみたいな顔をドヤ顔されるんじゃありましたから。ドヤ顔。うん。ああ、ドヤ顔。日本のもんですけど、日本のこのもんですけれどもね。もっと後半にかけて、うん、スピードは上げた方がよかった。いや、上げなくても良かったんです。こんな話あるんだけどって言ってもうゲラゲラ笑うパターンでも良かったですけどね。そのパターン、あーそうかって言ったんだよって言って、いうパターンでも良かった。まあパターンとかいう問題でもないんですけどねこの場合。まあ結局お気に入っちゃったんだろうね。もうお気に入っちゃったのかな。大事に過ぎたかな。難しいね、もう笑いって難しいよね。難しいね。こんなん最後に、ヨギータさん。はい。ペンネーム松屋。ヨギータさんに質問です。天ぷらを食べるときに、ね、日本で。天ぷら大好きだよ。天ぷら好き。天つゆ派ですか塩派ですか。塩。塩塩ですね。塩ですね。はい、ああ、はあはあ。天つゆか、塩。まあまあでもどっちも美味しいだけどね。まあどっちも美味しいですよね。両方本当はいただきたい。うん。あえて言うと、まあ、抹茶ディオかな。あ、なかなか強いな食べ方を。抹茶ディオ。ああ、なるほど。まあ塩は塩ですね、じゃあ。まあ、塩は塩だね。塩っちゃ塩ですね。塩っちゃ塩だ、ね。まあまあ、でも抹茶塩。抹茶塩だから。好きな。抹茶塩だ。なるほど。まあこれぐらいにしといた方がいい。これぐらいしとこう。抹茶塩大好き。抹茶塩大好き。おかわいらしい女性のタイプはかわいらしいタイプが好きなんですか、ヨギータさん。僕そう思う。綺麗な顔をしてあるよりかわいい顔、かわいい系、キュートな感じの。キュートね、好きだね。そうね、綺麗っていうあれでもなく、かわいい派、かわいい方が好きだね。なるほどね。徳井さん見てたらそんな感じします。確かにね。ね、まあそうですね。でも徳井さんはもうね、やっぱりいろいろね騒がれてはいますけれどもね、僕思うんです。男前で面白くて、モテて何が悪いねんって僕はもう先週からずっと言うてるんですけども。言ってたね。もうそうね、今モテる条件の丸出しですもん。そうでしょ。まあそうなのかもしれないけどね。ただあの生徒そんなに言うても遊んでないと思うだけどね。あ、そうなんですか。言うほど言うほど、損ついてるよね。それやったら人かなと。そうやな。ああいうふうに、わからないだけど、そういう週刊誌とかで出ると、めちゃめちゃ遊んでるような、イメージがね。イメージがついて、それは、世間にそういうイメージがついて困るとかではなくて、実際に遊ぶときに、この人めちゃめちゃ遊んでるから、いや、私嫌だわっていう、遊んでいる人間に対してめちゃめちゃ嫌悪感を示す女の人がいるだから、ね、生きにくくなるよね。生きにくいっていうな。それはめちゃめちゃ困ってるやろなっていうのは思う。まあ本人はね、本人はそうかもわからへんけど、まだまだ全然大丈夫よ。もうちょっともうあんだけなってきたらもう面白いもん。ああ、確かにね。ほんまに。全然いいんじゃないですか。って言っといてあげてください。言っときます。いやいや、ほんま。徳井さんに。言っときます。行きまくれって。もう行きまくれって。行きまくれって。行きまくれって。いや、ほんま。はい、まあ本人大変なんです、大変なんですって言うんですけどね、徳井さんとか喋ると。全然でも大丈夫やと。もう期待
なんていうのかな、なんやろ、もっともっと頑張ってほしい。ただ、徳井さんは、うん、マネージャーが、うん、女のマネージャーだから、うん、ああいう記事が乗るたんびに、うん、嫌な顔する。引かれる。そう。マネージャーが最近引き出してるから、それがちょっと、なんかショック。ずっと一緒におるからな。そう。なるほどね。男のね、男性のマネージャーだと、こうやってね、ああやってねって言えるけど、女性の方やとね、なかなかやっぱり。気使うわな。うん。お互いな。だんだんそのマネージャーが、徳井さんのこと嫌いになっていってるんでしょうね。女性の敵みたいに思ってしまうかもわからへんから、仕事にも良くないから。まああれね、うん、それはね。もうべったり多分徳井さん好きのパパラッチがいるんやと思いますから、ほんと、なんちゅうの、丸出しでタクシー止めたりせんといてください。もうちょっとその、なんかね、自然やな。うん。でも僕はもうこの間から徳井さんの真似して必ずフードをかぶってます。あれ、あのフードは本当に恥ずかしい。恥ずかしい。本当に恥ずかしいね。僕はもう今ずっとここ最近フード付きのやつ着てフードをかぶって歩いてます。空港でもな。サイパンこの間仕事で行ったんですけど、ずっともうこう、かぶってましたよ。逆に目立つだから。あんまり行ってない方がいいと思うよ。逆に目立つな。ラッパーぐらいしかせえへんからな。フードかぶって普通に歩いてんの。いやー、本当に頑張ってほしいと思いますけどね。はい、さあ、ヨギータさん。はい。お知らせちょっと、言っといてください。吉本興業からのお知らせをちょっと読ませていただきます。はい。はい、史上最大のお笑いフェスティバル、吉本プレゼンツライブスタンド08が、今年を、流暢に読まはりますね、読むときは。この辺は、はい、告知とかはガンガン普通の感じで読む。なるほど。その辺のややこしい芸人になりたくない。なるほど、なるほど。やるとこはしっかりやるとね。はい。今年もゴールデンウィークにライブスタンド08が行われます。はい。公演日は4月26日土曜日、27日日曜日、29日祝日の3日間です。はい。会場は幕張メッセで行います。お問い合わせはライブスタンド事務局まで。電話番号は、0180-993-426、0180-993-426です。詳しくはインターネットでライブスタンドで検索してください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ヨギータさんがね、今日来てくれましてね。いや、ほんまですよ。今日も家帰られるんですか？今日はまっすぐに家帰る。家帰って、家帰ったと何なさるんですか？家帰ったら、叩くようにオナニー。一緒ですね、僕も。叩くようにね。僕も家帰ったら、もうオナニーしますから。はい。それでね。そうですね。はい。で、気をつけてね。はい。ありがとうございます。思い出になれます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ゲストは徳井さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。